はい、皆さんこんにちは。顔出し実況プレイの第7回やっていこうと思います。まあ、今回もいつものようにダブルベッド潜っていきます。ここのミナモデパートっていうのは、まあ、今日はやっちゃったんですけど、ポケモンくじってのが引けて、あのポケモンの ID によっていろいろなんだ、くじの番号とポケモンの ID が完全一致してるとマスターボールがもらえたり、一桁違うとポイントマックスだったかな、ポイントマックスがもらえたりみたいな、そういういろんな特典があるんで、毎日ポケモンをプレイしてるって方はこのミナモデパートで毎日くじを引くことをお勧めします。でまあそれ置いといて対戦の方行きましょうね。僕にとってガルーラ軸が一番使いやすいんで、ずっとガルーラ使ってるんですけど、ずっとメガ枠ガルーラで、全国ダブルのメガ進化枠というと他にサーナイト、あの2015年世界大会のトップ8上位8名が使ったのはガルーラが6匹サーナイトが2匹だったかな、だったと思いますが、ガルーラとサーナイトで完全に分かれて、もう1年戻った2014年カラスダブルの世界大会では優勝がセジュンのメガギャラドスかな、準優勝がジュリーのなんだっけ、あれスカーフバンギラスカットボトムとかいて、やばい、2014年カルスダブルの準優勝者のジュリーさんのパーティーのメガ枠がメガリザード Y だったと思います。なのでまあ、ガルーラ、サーナイトが上位で、3番目ぐらいに全国ダブルのメガ枠はサーナイト、メガリザードン Y が入るかなって感じなんですけど、まあ、もちろんその他にメガ進化、メガギャラドス、メガエルベイド、メガボスゴドラ、メガプテラ、メガカメックス、メガカメックス、去年、2015年世界大会で、安松さんって方がメガカメックスってベスト、なんだ、16?32?結構上位に入ってたと思いますね。それがメガ進化カメックスも侮れないポケモンです。ただ僕自身はメガガルーラ以外のメガ進化が全然使いこなせないので、ガルーラばっか使わせてもらってます。ポケモンセンターとかのなんだっけ、メガ進化特定のメガ進化しか使えない限定大会とかだったらサナイト使ったこともあるんですが、特定のっていうよりもメガじゃない配信バンディアスを使わなきゃいけないっていう大会ではメガサナイト使ったことあるんですが、基本的にはメガガルーラばっか使ってるんで、ガルーラでと格闘弱点が被ってバンギラスが入れにくくなるのでガルーラばっか出して使ってるんですけど、ネコ魂があるのが偉いのと、耐久も火力も雑に扱っても崩れない強さがあるのが個人的質です。あまり他のポケモン変わってないんで軽く説明、クレセリア、ズブとイ HB、 ランドロス、イジッパリ、エース、チョッキ、突撃チョッキによって変化技が出さない代わりに特防が 1.5 倍になります。本来だと特防実数値100なので150になるはずなんですが、僕のランドロス理想値じゃないのでちょっとあれですね、数値が下がっちゃいます。ヒードラン控えめ HC 振り、特性もらい火が優秀なのと炎鋼タイプでフェアリータイプの技を4分の1にするのがすごい偉いです。ガルラ、ボルトロス、毒毒はかなり僕の好みが入ってますね、趣味というか。でニンヒア、メガネニンヒア、まあ、前回だったかな、滅びパーティーに対してメガネミンフェアの火力で相手のトリクルのようにゴチルゼルを投げ倒すというプレイングを成功させてくれました。で、まあ、全員が水タイプの技を10倍以上で受けてしまうので、雨ゴリ押し系とか、なんだろうな、スイ君も若干重くなるんかな、スイ君、なんだろう、メガカメックスの潮吹きも、素早さの高い猫玉潮吹きで並べられて結構きついので、水耐性をどうするかが今課題ですね。チョークと呼ばれるパーティーだったらモロバレルが入るんですけど、モロバレルは使いこなすのが非常に苦手で、怒りの粉と守るとキノコの星を使うタイミング、相手がトリックルーム要素があった場合に出すのか出さないのか、あと草タイプのポケモンがいるかどうか、防塵ゴーグルを持ってるのかどうか、いろんなこう要素を考慮しなきゃいけなくて、モロバレルは全然僕使いこなせないんで入れてないんですけど、まあ、だったらモロバレル使いこなせないならトリキッスでも入れてこの指要因入れた方が安定するんじゃねって説もあるので、次回は取り引き使いますかねってちょっと悩んでるところであります。で、前置きがなくなってきたな。毎回なんかポケモンの
ぬいぐるみとか紹介してきたんですけど、今回ちょっと趣向を変えて、これ YouTube の T シャツで、これ確かそう名古屋で開催された YouTube のイベントのビンゴ大会で当てた T シャツなんですけど、基本的には非売品だったと思うから一般販売はされてないと思うんですが、 YouTube のイベント、そうそう、僕の動画見てる方で自分自身もポケモン、まあ、ポケモンに限らずだけど動画投稿、 YouTube なりニコニコ動画なり動画投稿したり生放送してたりって人どんぐらいいるんでしょうか。 YouTube のイベントは僕が参加したのはとりあえず YouTube のチャンネル登録者数が1000人以上いて、まあ特定の条件だけ満たせば基本的には応募すれば参加できるって形式の、YouTuber の交流イベントとか勉強会的なイベントなんですけど、そういうのイベント参加すると、例えばこれ見せるかな、こういう YouTube のステッカーもらえたり、これスマートフォンに貼ったり、カバンはあれかな、なんか、キャリーバッグとかなんか好きなものに貼れますね、こういうのとか、こういうステッカーもらえたりとか、いろいろあるな。これ、YouTube のクリエイターコミュニティのステッカーとか、いろいろもらえます。大体一緒だな。同じの何枚も持ってる。まあなんか、好きなものに貼ればいいんじゃないですかね。いろいろありますけど。なんか、いわゆる一般的な、いろんなオールジャンルでチャレンジするような有名どころの YouTuber さんとか、こういう部屋の背景、映る部分に YouTube 関係のグッズとか置いてやってるかと思いますけど、僕そんなに持ってないんですけど。ステッカーとこれ、映るかな？で、YouTube って、映るかな？ YouTube って、飴に、なんていうの？これ、金太郎飴みたいな感じで、飴に YouTube って吸ってある、掘ってある、吸ってあるんですけど、こういうのもらえたりとか、YouTube のクッキーとかもらえたりします。まあなんか興味ある方は一緒に行ってみませんかって感じなんですけど、東京、大阪、名古屋、最近だと YouTube のイベント、仙台、北海道、福岡とかいろんな場所で開催されてるんで、まあ自分も動画投稿してるって方は、一度 YouTube の交流会行ってみてはいかがでしょうか。で、まあ本題でダブルデート潜っていきますね。あ、そうだったな、今。さっき、モロバイルの話してて、水耐性のって話をしてたんで、トリフィスをこの BO にすると結局、水耐性が薄いからどうなんでしょうかね。モロバレル入れるか、やっぱり次回選出しないかもしれないけど、選出抑制的な感じのモロバレル入れた方がいいかな。ちょっと次回モロバレル入れてみようと思います。とりあえずダブルでやっていきます。なかなか接続に時間かかっております。はい、行きましょう。ランダムマッチレーティングバトル、バトル VU の自動送信許可ってさ、結局公式で動画が残るかどうかとかそういう話なんだよね、多分ね。僕あんまり知らないんだけど、でなんか部屋にエアコンかけてるんですよ。めっちゃ暑いんだけど、なんかなんでだろう、あんまりエアコン効いてないんですけど、バトルボックス10勝4敗でレート1593らしいです、今。パーティーキャプチャーのソフトちゃんと起動してますね。はい。納豆さん、日本神奈川県レート1630の方、よろしくお願いします。割と面白いパーティーですね。型にはまらないパーティーだから、対戦してて面白いと思います。不思議花、ランタン、ジェルズティン、オンバーン、シュバルゴ、なんだっけこのマリオじゃなくて、なんだっけこれ、右下のポケモン、岩鋼タイプのダイノーズか、ダイノーズですね、マリオって呼んでるけど、気をつけるべきはドゥルズティの威嚇猫魂、メガ進化枠はまあシジバナしかいない、でランタンが普通だったら蓄電化で、隠れ特性が貯水だったっけ、でシュバルゴ鋼虫タイプ、まあ、ニーフィアが動きにくいかなって感じか。でも、どっちもシジバナがいるから、ニーフィアはやっぱ動きにくいよな。鋼もう一枚いるし相手。
何巻がだるいな。ボルトロス出してても結局ランタンで止められる感じがある。飛来シーンではないけれども、ただズズキも悪タイプで畑ロスとか持ってってクレセリアの障害になりそうだよね。どうしようかな。基本戦術で4体でいこうかな。ボルトロス結局シジバに対してやることないからな。基本戦術でいきます。ランドロス、クレセリア、ヒエドラ、ガルラ、この4体で対戦していきましょう。納豆さん、なんか面白いパーティータイプ統一パーティーだったり、面白いコンボパーティーだったり、マイナー気味のコンボパーティーとかで勝利を目指すのも、まあネタとしては面白いんですけど、僕自身がスタンダードのパーティーしか使いこなせないので、格子属地のポケモンばっか使っております。相手のパーティーもう一回読み上げますと、不思議花、ランタン、ドルズキン、オンバーン、シュバルゴ、ダイノーズ。ランドロスの特性威嚇が発動で、まあズルズルの威嚇が発動と、願うかシリバルに間違いなくて、どっちが厄介かなっていうのと、猫魂がどっちに来るか、あとシリバルが目覚めるパー氷を持ってるかどうかだけど、メガシリバルで氷持ってるのないんじゃないのと思うけど、どうなんだろう。ランドロスの体力をどんぐらい残したいかどうかもあるし、トンボガイを続きに筒クレセリアはデンジャホシジバナに、え、ちょっと待って、そっちかも、マジか。これ何、ランタン来る、ランタン、猫魂がランドロス倉庫、これは予想外。ただシュバルゴラムではないよね、多分ね。このルールでもシュバルゴって何持ってんの、直帰かな、ラムではないよね、うん。トンボガイをズルズキに筒クロセリア、デンジハをズルズキに、ヒードランのね、炎技でシュバルゴを焼きたいところですが、トンボ返りが決まる。ゴツメ？そんなズルズキンいるんや。ズルズキンって言うと僕のイメージが突撃直帰からの二択、あとオゴンがちょびっといるかどうかぐらいだと思ったんだが、デンジャーが決まる。ラムだ、ラムかどうかわからんな、ダメージ量的に。特殊技入れてないから。冷パンが来る。椅子あったらちょっとまずかったかな。ドリルラインな、マジか。そっちからヒードラン来ると思ったんだ、相手。僕のクレセリア椅子がありますよ。で、今度ヒードランが縛れば縛ってるので、素直に動かしていいでしょ。ネップ、クレセリア、凍える風。子さんが選ばれました。相手としてはシュバルゴのドリブルライナーをヒードラに当てるしか勝ち筋がなかったのかな。まあ前、ちょっと前に目覚めるパー地面もっとシジバナ、メガシジバナだったことあるんですけど、そんな隠し種は相手なかったみたいだし、多分ランタンも戦死してなかったか、もしくはあれだよね、相手素早い操作の技がない、なさそうだから、レンジはこんなで決められて、ヒードランが身代わり、熱風上から打てる状況だと、もう勝ちしないって感じで、降参したんだら、ロート推測されます。相手の心理は読めないので、わかんないですけど。シュバルゴソ、ドリルナイナーっていう地面タイプの技が使えるようになって、日本相手に広瀬さん、レート1516対戦よろしくお願いします。ドリルライナーがあれば、素晴らしい関係でサポートすれば、シュバルゴがヒードランを倒すことも、まあ無理じゃないんですよね。その辺が、
従来の相性感じで覆す面白い感じではあります。で相手目が開く、まあ、闇闇バクールガラウス全員可能性あるんだけどバクールだと思うんだよね。でスバースが全体的に遅いからサポートがボルトスの電磁波ぐらいしかなさそうに見えるんですけど、どういう戦略なんでしょうか。バクーだとトリトガンが大地の力があるからヒートランが動かしにくいんですよね。ミンフィア展開していこうかな。あんまりヒートラン出すのになさそうに見えますよね。ナットでさえどうにかすればミンフィアは割と通りがいいので、ガルーラミンフィアと行こうかな。本来ガルーラはいつもちょっとで戦争しないポケモンなんですけど、僕のセオリー的には今回に関してはこう出そう。ランドロスいるかどうか、ナットル君なしいるかな。ヒードランボルトロス、ナットルが重くなりそうだからヒードランかな。いつもと違う戦術しましたね。ミンフィアの通りが全体に良さそうな気がした。バクーダーナットルはいるけど、トリトドンギャラオス闇闇あたり早く処理するためにミンフィアが必要だと思いました。相手の選出は闇闇ボルトです。猫魂をボルトするメディアはハイパーボイスでいいかな。そっち引っ込めるってことはナットレかな。ナットレですね。しょうがない、肝っ玉猫魂をやみらみに行った方が良かったらしい。迷ったんですけど、やみらみも猫魂かな。これ鉄の時計で5つ目だったら痛いけど、鉄の時計だけなんだ。まだ5つ目ですね。死にます。相手もやみらみも猫魂かな。これそれだと結構痛いけど、ガレーラをランドロスにチェンジして、いやちょっと待って、もうガレーラ死んでもいいか。ケタグリオナットリにつつ、ミンフィアハイパーボイス、シャドーボール、いやハイパーボイス、鬼火来る？オッケー、ナットリ飛ばすぜ。鬼火予想されたけど、かといって受けられないからガルラとナットリ相打ちになりますよ。しゃあなし、ハイパーボイスでやみやみとナットリぶっ飛ばしましょう。メガネハイパーボイスを食らえ。ちょっとやみやみ耐えるの、マジか。こんなやみやみ耐えるんや。助けか、マジか。しゃなし、ランドロスかミンフィア出すん、あ、間違えた、ヒーロー出すんです。どっちから行った方がいい。ランドロスから行こう。バクーダ、鬼引きそうだから、で多分間違いなく僕のミンフィアの方が相手のバクーダより早いと思うんで、ランドロスをヒードルに変えて鬼火なり噴火を受けて熱風を受けてミンフィアハイパーボイス通しに行きましょう。ボルトスから入ってくると思ったんですが、相手バクーダから入ってきたので先送りとかある。
先送りとかお先にどうぞ系の技あったらちょっとあれなんかまずいのかこれ。反撃なので問題なし。ハイパーボイスが通る。バクーダを3割ぐらい削りましたね。ただ第一の力があるからバクーダまだ油断できない。メザッパ氷ですか。 OK ですね。氷を受けて4分の1だから効かない。で最後ボルトロスです。どうしようかな。大地の力でバクダ縛ってると思うけど、バクダ守ってボルトロス電流してくるかな。大地をバクダにニンフェハイパーボイス。ちょっと待った、なんだその技。めちゃビビった。気合玉耐えると思うけど、一発ぐらいなら。ハイパーボイス。ボルトロスも CS ボルトロスだったのか、これ。モザイカボルトだったらハイパーボイス耐えると思うから、CS 玉ボルトとかなのかな、気合玉入れてるってことは。命の玉、気合玉って、ヒールが耐えたんだろうか、当たってたとしたら、結構怪しい感じありましたね。はい。こんな感じで2戦目が、ヒロシテさんって方で、ヤミラミ、トリトドン、バクーダ、ボルトロス、ギャラウス、ナトルってパーティーで、ちょっとうっかりすると、ナトルに積みかねない展開だったんですが、ガルーラの鬼火を避けたことで、ケタグリで、ナトルに大ダメージを与えて、ハイパーボイスの縛り圏内に入れたことが大きかったですね。まあ、かっこよく言えば運が良かった。かっこ悪く言えば、まぐれ勝ちですけど、こんな感じで。まあ、高種族値スタンを使う以上、安定した勝率を出すために、戦術立ち回りしっかり考えて、しっかり考えて、まあ、より良いプレイングできるように頑張っていきますんで、応援していただけると非常に嬉しいです。はい。まあ、今回、こんな感じで、こんな YouTube のグッズ、ステッカーだったり、YouTube の飴だったり、うまくつけて、飴だったり、YouTube のクッキー紹介したんですけど、なんだろう。まあ、ポケモンのぬいぐるみとかいろいろ、こういう YouTube のグッズをいろいろ紹介してますけど、まあ、何かしら面白いネタを提供できるように頑張ってるんですが、また次回もなんか、小ネタを用意できるように頑張っていきます。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ。See you next time. バイバイ。また次回よろしくお願いします。